るわ。大きいね。なんでこれかね。結構いいのかな。状態綺麗だったもんだよね。いらんだよ。モーターか46ねえ。これは大きいね。小さい小さい。大きいやつはもぞもぞってやっとるんだけどね。閉める段階になったらもうみんな真っ白け。白台じゃんって。39。だって冬の魚はそうはならんじゃんね。うん？冬の魚はそうはならんじゃんね。うん。結局どっかにおったやつが来て、うん、来た分だもんね。まだ黒くなった。ああ、そうかそうかそうか。
釣り釣り。やばいね。テレビに撮るっちゃう。50オーバーなんか来てやんた出してきゃ指に撮るっちゃう。ちょっと小さいか。44。狙いが違うからね、もともと。そう。あれ？なんだよ。
でおるとは。そうだよ、50センチぐらい来たかと思ってた俺今。また修行飛んできちゃったよ。そうだよ、だけどあそこまで上げてからおれたもんでさ、うん、まだ取れたけど、そうだよ、中にいたら3まで、上で切れたら3まで行っちまうで、うん、そうだよ、中で行っちゃったじゃね。ああ、よかったよかった。ああ、笑いだな。取っちゃったよ、そんなシーンを。近いものを花から狙ってるわけじゃないじゃない。そう、8、このぐらいがいいね。疲労骨折で竿を悪く言っちゃいかん、これで、ね、もう釣りすぎ、毎日毎日この時は釣ってるんだね。疲労骨折だよ、疲労骨折だよ、竿がかわいそう。ちょっと待ってよ、47センチを筆頭に7枚です。